今回もそういったタイムズの1回だったんでしょう。ね、でそ,のそういったタイムズというのはさっきのサム・タイムズなんですよ。ね、そ,のそういったタイムズ、サム・タイムズの1回、つまりその警備兵が乗ってくる、ね、1回だったんですね。つまり今回も警備兵が乗ってきたとでもすでしょこれああで、The bus falls s i e t as a young girl enters.And we all determinedly、uh, steer straight ahead. As if by our pretending to ignore the guard, he will ignore us. <laughs> なるほどね。この辺がちゃんと分かってないと、カセンブ訳でうまくいかないでしょ この辺りは、ね、皆さんにも分かりやすいはずだよ。こういうことで、私はあのイランに行ったこともなければ、砂漠でバスになってて、チェックポイントを止められなかったこともないので、えー、こういう経験は分かりませんでていや、そんなことなかったって分かるでしょ、こんなの。で、ね、あなたにも似たような経験は日々あるんですよ。えー、どうしたフォールズ、えー、それからエンターズ、えー、それからステア、えー、それからここに、えィ、ー、ル・イグナ、で、接続詞が3つ必要で、えー、1つがアズ。 一つはアンド一つはこのアズイフえ問題ないですね特にアズイフ説はこの動詞であるということももちろん問題ないですねでえ施設はまあそれぞれありましてこっち側にこれがでまずフォール分かってますねまさかこれを落ちるだと思っているあなたはっきり言って落ちますようわーみたいなそんなこと言わないでみたいなそれはあってしょうがないお前,お前このフォール落ちるって訳す人はそれ落ちますよそれでなんでだってこれこさ後ろにサイレントって形詞があってさでこれほぼ取ってやつもんですこれこれ 第二文系になってるフォールですからねでただの前、行ってみればイコールですよで。バスがイコールサイレントってどういうことだとえバスが静かーとか言ってね <laughs> あの最近のバスは設計がいいからエンジン音が聞こえないとそういう意味じゃありませんね、これこれそういう意味じゃないんですよ。つまり、これ、まあ、例えばこっちはバスというよりも車内と訳して、えー、その車内がまあ行ってみればこう静まり返るんでしょ。そう,いうことでしょね でだってコーランドもあすガードが入ってきたときだもんね俺は絶対静かに帰るでしょうそうじゃないの修、ね、学旅行の怪しい夜、ね、夜中までぺちゃくちゃぺちゃくちゃさ止めのないおしゃべりが続いて馬、ねえー、場優ちゃんの枕が飛んで,るです、ね、いろいろやってる最中ところが、ね、突然ガラガラと扉が開いて先生が入ってくる<ー> <laughs> まさにそういう状況でしょガードやってきたときにあたりシーン と静まりがあるんですよ。ね。で、どんで、ずっとしかも、ほら、ウィステル。ステロイドヘッド、われわれは、じーっと前方を凝視する、前方じーっと見る。<laughs> で、なんでって言うと、アズイフ以下があって、アズイフイカと中心部は、こう主語はいですね。で、主語よりも前は全体で副詞。えー、先頭の副詞は中心の動詞で変わるので、こうですね。で、もちろん、バイタス I. N. G. なんで、手段で。手段がつながってる間、当然目的ですね。 えつまりそのガードに我々は無視してもらいたいんですねガードに無視してもらうためにねで我々はこうするとあちなみにここに「あ」って書いてあるのは「律儀だねこの文ね」その何があっていや意味上の主語が全体の主語である「非と一致しないから書いてある、ね、あの皆さんの中にはこれ前から読んでて「え我々」って書いてありますよって人いますがそんなことありません説、えー、が開いた瞬間にその説の中における全体の主語はその説の中心の動詞の主語に変換しちゃいますから えもうこっっち変わってるんですねでだからそれとは一致しないものが主語の場合はちゃんと書かなくちゃいけません。で,いいでここに「プリテンドトゥイグノアがあってで我々がガードを無視するね、まあちょうどその存在に気が付かないみたいなえっふりをすることによって <laughs> でもちろん「プリテンドトゥはふりをするですがなんでふりするか分かりませんって嘘つけお前分かってんだろ ね、君らだってそれを無視するふりをするじゃないか、ね、いやそれこそ,その先生が突然入ってた時もそうだし、ね、僕らがさ授業中に「さてこの件については誰かに聞いてみようかな」ってうと君らはそこ必ず使うのがね「私はここに存在しません」の術だよねそうそう「私はここに存在しません私のこと気にしない」とかね,ねここあなたが見えてるのはその幻ですから私のことを無視して別のとこ行ってくいっそういう顔するだろそういう時にさあ誰に当てるかなと思っ,ってみんな前の方にし <laughs> <laughs> 絶対私と目を合わせないようにする そうでしょ先生と絶対目を合わせないようにね目があったら何されるか分からないって墓地だけど猿じゃないんだからさ手前 <laughs>、まあ、いいけどでもそういう状態でしょこれ非常に君らにとっては分かりやすいよねつまりこれこのバスの中の乗客はみんなガードと関わり合いになりたくないんだよねでなりたくないんでひたすらじーっとこうまあ沈まりかまあ言ってみればこう息を潜めてるんでしょこれ。 これどう考えてもそういう状態だよね当たり前なんだそれがちゃんと分かってれば次ののも簡単じゃなそれはいで we listen to his footballs sound down the persian carpet that rhine's aisle turn and come back again おお <laughs> まさに息をしとめてる感じがもろに出てるんじゃない ね、もうまさしく、ね、息をじーっと潜めてる様がここから見て取れるよね。えー、リスントゥーとあって死後はこれもちろんこいつは OC であるったでしょ、えー、動詞の原型並んでますよ。ね、で一体何に耳を澄ましていたのかっていうと彼の足音が、ね、サウンドダウンしダウンだから向こうへ行きでターン向きを変えそして戻ってくるね。 で,でどこを行くかっていうとカーペットと書いてあってザットラインズやよや、まあ別にこれは問題ないでしょねここにラインと動詞があってこれ関係代名詞でこれかかってますで通路に並んでるというか通路に敷いてあるんだよね通路に敷いてあるカーペットの上をね足跡がね下っていき向きを変えまた戻ってくるのをじーっと耳を澄ませて聞いてたんだねいしょだそれはほらだからバスのなんかこう多分こうやって上がり口があってさそこから上がってやってきてねそのままこう通路 まあ、こ,こにはじゅうたが敷いてあるとてこなんだが、えー、そのをこを歩いていくるでしょでまあ言ったらカツ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 だとかねズコズコなんかしないけど音がするんだよ、ね、その音がするたもみんな聞いてるけどねで向きを変えて戻ってくるのをじーって聞いてるんだよねそうもうもちろんそんなはでも <laughs> 思ってることはさっさと早く出ていけだろこれ <laughs> もう一心にそう思ってるわけだよ、ね、もうそれももう目に見えるような状況だよね